名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だよ。ああそうだな。桃源郷の明美さんってシンジさんの恋人だったんだよね。はあ、シンジさんが死んだこと知ったらきっと悲しむね。はあ、だが誰かの口から告げるしかないんだ。他のやつから伝わるより俺から伝えてやりたい。シンジは最後まで男を貫き通したってな。あれは おお、ここか桃源郷。行こう。桃源郷の会。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。そうみたいだな。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？はあ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時彼言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、シンちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。シンちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？
Yeah!
あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。大見連合の寺田って男がかくまっているらしい。大見連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なんか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。